前って長かったんですよ。長かったですね。僕も短くなったんですよ。2箇所しかこう上と下しかできなかったのがこれ何段階ですか、1、2、3、4、5、6段階、うん、置き火になった状態でやろうとすると多分この横がすごい向いていくんですよ。もうほんと近火から、いわゆる魚を焼くためのすごく遠火まで対応するようになったと。ほんとこのメカニカルな感じが、そそる人はそそるんですよね。前のが、こんな感じでしたよね。魚の下着焼き、まっすぐで、こっち側で焼くのと、こっち側で焼くので2箇所と。これを短くして。新商品はこっちになってると。これも販売はされるんですか？これはこの形が。この形で正式販売というか。はい、あ、もう今販売してますので。なるほど。常にこうやっぱ進化してますね。去年の今頃お邪魔した時には多分、はい、あの周りがない状態の。そうですね、この周りがなくて本当すごいシンプルな、まあ、ロストルとこのピザ焼きセットがあってっていう形でしたよ ね。これがついてなくて、うん、でしたね。最初お会いした時はこの形でした、はい、で確かこれもなかったですよね。なかったですね。これもなかったですよね。効率のチェックもみんなでして、うん、ピザを焼くときにやっぱり熱を溜めるのはカバーがあった方が溜まるよねっていうのは、うん、そうですね。でもやっぱり子供さんとか触ることがあるんだったら、うん、まあ、少しでも安全にっていうのを狙って、うん、まあ確かにこのスパッドシートで全部の熱がゼロになるかって言ったらそうじゃないけど、でもやっぱりそのおっしゃる通りその子供さんが触ったときに、あ、暑かったなぐらいで済みますよね。やけどもせずに済むというか。他にも考えられてるのが、さっきのランタンとかですかね。そう、うん。まだこれは完全に試作品ってことですよね。まだ試作ですね。うん、今夜にやっぱり料理するときに、光源がいるかなってことで。まあ今サイズとかを検討しながらって感じなんですね、はい、きっと。目の孤独がなくなった状態で、お湯を沸かしたいってときはこういうふうにやると、でこれも要はあの下の魚の下着焼きと同じで動かせるっていうことですよね。やっぱりあれですか、あのユーザーさんからこうした方がいいんじゃないかとか、なんかこうアイデアとかもらって、やっぱイベントとかでお話ししてって感じですかね。前回確かあの下着焼きのやつこれがついてなかったですよね。はい、あ、これもつけられるように。そうですね、それはもう安全見てやっぱり。なるほど。ただなくしちゃうだろうなって思うんですよ。こういうような形で保管できるんで、この厚手の段ボールを廃品回収出さずに加工して使っていただくと、ちょっとしたケースも。なるほど。柴本さんも、下着を買われたんですよね。そう、買いました。下着を買われて、で、あの僕が前お会いしたときに、下着の良さを分かるためにはやっぱり他の安い焚き火台って言ったらあれですけど、使ってみて比べたらどうですかっていうことで比べられたと。その通りです。で、はい、実際にあの買ってみて、あの僕はもともと下着しか焚き火台を知らなかったので、焚き火台ってこういうもんだ、こういうもんだって、はい、思ってたんですけど、はい、実際他の焚き火台使ってみて、あ、いつも大丈夫と思ってたんで、はい、あの調理してみようと思ったら、はい、置いた瞬間に、はい、もう壊れちゃったみたいな感じで、そうだ、巻き入れるのもやっぱりちょっと横一方がしか入れられなかった、火が起こしにくかったりっていうところが、日焼けあってそのあたりもすごく出やすいですし、そうですよね、本当に今更ながらにすごく輝いて、めちゃくちゃちっちゃかったので、本当にそうですよね、本当にあのホットサンドメーカー1個置いたらそんなに終わりみたいな、日焼けの場合は本当にいい感じで囲える、だから本当に家族向けだなと思いますし、そのあたりも鈴木の方がしっかり考えて作ったのかなと。この放射線状に広がるっていうところもこだわったしってことですね。これ吉高さん大変なんじゃないですか、溶接。もっとなんか複雑というか、これやるんだからすげえですよね。なんかやっぱこう触りたくなる感じっていうのがいいですね。すごい。
ンクラフト。ちょっといいですか、ね、切らしていただいて。お、ほんまや、サクサクっすよね。なんか思ってたんと違います。もっとなんか、うん、ギコギコいかないといけないのかと思ってますね。全然切れますよ。すげえ。これパンも使えるし、はい、普通に料理も肉も切れるから、今日チラシ加えた肉も切ってもらうと。はあ。だから先っぽがちょっと歯が長いって言ったらいいんですかね、うん、ギザギザの幅が広いというか。名前がせせらぎって言うんですよ、これ。せせらぎ。はあ。いや、これは確かに切れますね。切れるんですよ。で、何本も持っていかなきゃいけないかなって思うと、そうじゃなくて、これ1本でまあまあいろんなものいけるんで。ああ、普通にそうやっても切れるんですね。その代わり危ないですね。簡単に人の手も切れる。ああ、なるほど、うん、普通のパンチ包丁よりもやっぱり。そう。普段も結構いろいろやられてるみたいですね。ですね。財宝の中に紛れてしまかなり慎重じゃなくて、このガツガツ炒めてますけど、まあ動かないですよね。30センチの妥協でも全然問題なく問題なくやりますけど、イベントとかで実際に料理してこうやって見せてあげられれば一番いいですけどね。なかなか料理できないですもんね。
そういただきます。アマゴの塩焼きです。うん。うまい。あ、うまっ。めっちゃうまいっすよね。うまっ。焼き加減、塩加減、絶妙だ。本当届くよね。うん。イワナもうまいですね、やっぱ。これはちなみにどういう肉を注文するとこのが出てきますか。ブロック肉って言ったら、おっちゃんに5センチ角のブロック作ってって言って買ってきましたね。そっちもうん、もうそれでいくとポトフが、なんだろう、煮立ってもなんとかスープになる、余熱でなんとかなりそうですよね、うん、ちょっと中くらっちゃったよね。鈴木さん作のシュラスコ、うまそう。うん、あ、うまい。あ、そうか、うまくない、うまい。うん、あ、うまいって言わない。味も全然薄いこともなくて、うん、うまい。これは何を塗るんですか。これは何だと思います。秘伝の、秘伝の徳川家康が大好きな八丁味噌です。八丁味噌。
見たかった。だいぶ乗るんですね。ギッタギタですよ。今度ひっくり返して、この味噌を焼いて、あ、焼き物になってうめきをしてくる。おぉ、ゼロゼロって、せっかくゼロンってなったんだから、このゼロンは発火しないんですかね。あんまり、ああ、なんか、うっ、面白い。上のやつが下でちゃんと受け止められてるっていう。3ゼロン。面白い。まあ、一番下が必然的に味が濃くなるっていう。ああ、でもええ感じになってるな。あの、下から焼き方は、見ましたか？あの、動画を。結構すぐやってるんですね。やってますよ。そこ、こうす。イメージで、イメージは甘辛いイメージなんですけどね、ちょっとじゃあいただきます。五平餅、これは名古屋名物ですね。名古屋の下山っていうとか、はい、高蘭系っていう少し右上の方。なるほど。じゃあいただきます。岐阜の山の中とか行くとめちゃめちゃいっぱいあります、ね、あ、うまいですね。八丁味噌ってこんな感じなんですか。うまが入ってます。大阪はお好み焼きとご飯で、お好み定食があります。すごいな、まあ、ご飯も定食があります。これでご飯ですよ。ご飯とカツご飯に味噌汁がつくんですよ。赤味噌の。かなりおかしいですね。これをおかずにご飯。ご飯味噌でできてるものに対してご飯と味噌汁が作る。どれだけ味噌愛や。これがおかずになる。うまい。うまい。めっちゃお腹が膨れるんだ。しかしあったとかどうだったんですか。あのタイミングでしたね。今結構なボリュームですね。結構量多いですよね、うん、ご飯いっぱい分潰してるから実は 2,3 倍あるかもしれないですよ。なるほど、確かに。いやでも五平餅思ってたのはこれ本当お餅なのかなと思ったんで全然違ってうまいですね。最高になったり、はい、おいしい。